え、というわけで今晩もやってまいりましたら、ラジオジャグの時間です。えー、っとね、今晩も東京、渋谷にあります、サーカス東京からお送りしたいと思います。え、というわけでね、今週はですね、えっ、ー、と、昨日、あの、クラッシュとのライブを終えたばかりの、渋ビ君に、再び登場していただきます。 というわけでこんばんは。こんばんは。ありがとうございまどうでした昨日？いやすっげえ感動したけど私は。あ、りがとうございます。言っいやありがとうございます。いやもう本当にクラスさんとあのこの一ヶ月間ぐらい本当に密にやり取りして、そして迎えた昨日だったので、あの自分自身もやりながらあの自分もこの えー、表現を始めてからの奇跡をたどっていくような、うん、あの道をもう一度見つめ直していくような、ね、旅だったので、うんうん、非常にあのワクワクしながらあのそうですね、えー、やらせていただきました。てい,いうかさ1ヶ月間って言ったって、えー、電話とかでしょ,でしょそうですね電話メール、えー ねだけでリハはあの前1回だけでしょそうですそれであれだけのステージを構築するっていうのがすごいなと思った今日もね実はねこのここにスタジオ来る前にクラしと電話で話しててでよかったよって話してそれでまあちょっとあれだねとかって、まあ、私が思った感想を素直に全部話して、うん、ちょっと話したんだけどねうん で、良かったし、うんうん、あのー、やっぱりあのまあ、ボス君と本田くんがあのもう一つ。もう1組出て全然もう対比っていうかね。全く違う。全く違うものだったけど、うん、あのしびとくんはしびとくんの世界観があるし、やっぱすごいなと思って見てた。ありがとうございます。あんだけの言葉をよく覚えられるなって思うわ。えー 何なんかあ溢れ,れ出てくると言いますかね、うん、こうなんか記憶するっていうのとまたちょっと違うんですよね。ねえ、うんうん、さだからさ昨日の言葉の中でね言葉って歌詞の中でね、うん、えっと「無知の無知えなんだっけ無知を僕に言って」。 うん、無ちを武器にするっていう、うん、あ,あ私のことだなと思って、うん、すごい無ちを武器にしてよかったなと思った、えー、<laughs> そうなんですよ「無ちの地」って言ってましたねうん無ちの「無ちを武器にして」っていうさっ全然忘れちゃってるそれ <laughs> あいや,いやあの分かりますどこで言ってたのか、うん、でもなんかねだからそういうなんていうのかなあの いろんな一つ一つの言葉にすごくすごいなと思いながら昨日は見ててちゃんと聞き取れたしねああ全部ちゃんとう、うん、だからそこがあの後ろで見てたから一番後ろのピエンとこで見てたから、ええ、だからあのはっきりは私はもう見えないんだけどさ、ええ、あそこ柱あるし、ええ、そうなんだけどでも。 あの全体的には見えて、うん、で音はすごくちゃんとクリアに聞こえたから、うん、だからよかったかなとかって思ってあ,あ,ありがとうございます、うん、演劇的だったよね。あ,あそうですかえこでもさ今やっぱり演劇い<や>自分の中ではそういったあの場所でお声がかかったりとかうん、うん、そういったことはあの結構あるんですけれども、うん、あの極端にこう なんですか、演じようっていうつもりは全くなくって。うんうん、あの、ありのままをさらけ出すっていうのが、やはりも。もちろん、<の>もちろん,なん。なんですが。うん、ただ、あの。総合芸術に興味があるっていうのは、非常にありますね。うんうん、あの、自分一人。えー、もしくは、その、えー、二人での世界、あの、くらしさんと。私だけ。ではなくて、うん、まあ、光であったり。うんうん、あの、音であったり。それも影であったりとか。 それと全ての,あの総合芸術によって舞台が作り上げられていくっていうことが結構興味ありますね。そうだ,ねだからやっぱり昨日はさ、ええ、あ,のああいうなんていうのコンタクトっていう箱の中でやって、ええ、それで、まあ、割とその天井も低いし、ええ、それでステージも低いあの狭いから、ええ、だからやれることの限界みたいののって。 すごいあったと思ううんだよねそうですね、うん、で特に、えー、と2日前だっけシュビト君から照明 <laughs> に対しての,そのオーダーシートというかそういうのが来ましてそれを見た時に、えー、私はまあコンタクト初めて行ったんだけど、えー、だけどこれをやるには無理だよっつって今からじゃ無理だよっつってシュビト君に電話してねすぐね。 これをやるんだったら前っってやっぱり最低でも1週間以上これをやりますとの言っといた上で1週間以上前にこれを出してじゃないとでそこの箱の照明さんじゃ無理かもしれないよって話をしてそれでね急遽ちょっと簡易化して、えーえー、そうですね <laughs>、うん、あれ本当に話せてよかったなって思ってます。やはり自分とクラスさんで えともう結構音と言葉についてはこうかなり詰めていってたんですけど、うん、で総合芸術っていうことを考えるとやはりその光であったりとか、うん、曲調を前もって伝えておいた方がいいんだろうけれども初めてリハーサルで皆さん聴く曲っていうことになるので、うん、いろいろ詰め込みすぎるとやはりわあの構えてしまうだろうし。うん 自由度もなくなってくるだろうし、本当にあのー、この照明さんや PA さんと前もってね会ってもう一ヶ月ぐらいからもう一緒になって作っていくっていうような演劇のような形でやるんであれば、うん、また意思疎通もあの図れてくるんだと思うんですけどそうだね。だけどそこまでやらなくても例えば、えー、そのこの間ちょっと話したけど私は、えー、あの新宿東映の東映のエレ 映画館を借り切ったんだよねあ<ー>それで、あのーまあ、ステージとスクリーンを全面的に使ってフィルムかける技術っていうのをやったんだけど、うん、でもちろん照明も入れて、うん、であのー、電源車入れてね、うん、その映画館の電気だけでは足りないから照明一くからね、うん、それで PA も全部入れてでやったことがあるんだけど、うん、あのー。 その時のやり方としては一応曲だけは先に1週間10日ぐらい前かな10日ぐらい前に渡すのね照明さんと、えー、PA さんとかにね、えー、で照明さんとあとあの私はどうしてもそのスクリーンをすごくその活用したかったのね、えー、だからどういう映像をその作るかっていうこと、えー っていうのでもさお金ないじゃん。うん、だからあれ <laughs> 図書館で16ミリとかのフィルム貸し出してくれて、えー、そのフィルムを使ってダブル映写したりとかして、えー、世界観作ってでも照明さんにその映像が消えないようなあの照明を作ってくださいって言って。うん すごい照明の奨励賞を取ったようなすごい人なんだけど、<ー>ベレーターの人がだけどすごい照明作ってくれて、<ー>うん、でやったことが何回かあるけど、へ<ー>面白かったよすごくそういうやり方も、映画館で、映画館映画館の,、ね、画館のだからあのー。 よくほらみんなが舞台あいつするじゃん女は、えー、上がって、えーうん、あそこでライブやりながら、えー、後ろのスクリーン全面に使ってえー、うんいや天井高いしすっごい面白くて、えーうん、でもすごい割とちゃんとし保険にか入らせられて、えー、それ何かっていうとあのバンドがあの時誰だよレピッシュと大江とあと誰だっけな なんかちゃったけどあの要するに客が椅子の上に乗って飛び跳ねたりして、うん、それでその椅子映画館の椅子を壊されるとこもあーなるほどうん、だから保険に入ってくれって言われて保険入ったけどね、うん、作ってもらって、うん、でも面白かったすっごく実験的にそういうことばっかりやってたから私映画館使うのは結構面白いよ。うんあー いいいでですね天井高いじゃん、えー、であのスクリーンをどう料理するかみたいなさ、えー、音響も面白いですもんね、うん、映画館の音響ってまた、うんうん、今度やるやってみたいですね,ねなんかそういうことやりたいよね、えー、演劇の会場でやっ でも面白あとまあ可能かどうか分かんないけど日本ではどこか分かんないけど昔クラッシュがどこだっけなオランダかななんかでで、ええ、普段なんかクラシックっていうかなんかそういうのをやるちょっとなんていうのこういう何型っていうのコロシアムですかねコ,コロッセオのような。 あのいや<っ>ステージ壁が、ええ、だからステージがここにあってで,です,すり鉢型っていうかそうそうす,すり鉢みたいになってて、ええ、音が反響して、ええ、だけどそれが反響しすぎないのねすっごくいい音になるっていう会場があってへええええ、面白いですねそういうのとかさ、ええ、あとねクラッシュでやったのはね お寺で、うん、お寺の床に、あのー、住職さんが音響が好きで、うん、全部システムが埋め込まれてんのねああそこで、あのー、DJ プレイやったことあるけどああいいですねそれはそれで音ものすごく良くて、うん、面白かったけどねなんかさだから、うん、さっきちょっとクラッシュも話してたんだけど、うん、あのー なんかテーマを決めてそれでもってシリーズ化してっても年に1回ぐらいシリーズ化してっても面白いんじゃないのって話はしてた、うん、ああいろんな場所を面白い場所でね。あと前にクラッシュが1回 PV 撮ったことあるけど、うん、大谷石の採掘所。 すごいんだよ、ともかく中が坑道になってて、<ー>真っ白の石がずっと削られてて、本当に天井何メートルあのってぐらいクレーン入れられるの、<ー>クレーン入れて撮影するぐらいの感じで、結構いろんな人たちが PV 撮ってるけど、<ー>だからもう白い石だから、<ー>そこにいろんなもの投影できるし、<ー>そこでライブやったら面白いなって演劇的なライブいいですね。うん 面白そうですねね小とかも面白そう,です、ね、<laughs> うんなんかねだから好きなように壁を使えるからさ切り出してる石切り場だから、えー、だからすごい面白かったしああいうとことかでやっても,も本当に面白いと思うよそうですねうんなんかテーマをね毎回ちゃんとあれして、えー、だから まだ全然あれなんだけどさで昨日のライブ見ててさすごい芥田さんと共通するところがあってさああ最近本当にそれを思うのねすみく君と芥田さんの共通点共通項みたいなとこ一回芥田さんと芥田さんに紹介したいああもう光栄です喋るよ芥田さんいやもうねラジオが本当に アクタさんとこの,白このラジオジャグの、ええええ、ラジオジャグ聞いてくれてんだよねそうなんですやっぱりラジオラジオジャグって本当にあのクラスさんの,その昨日のライブ前日もちょっとワクワクして眠れなくって <laughs> それでもあの そ,こそういう時はやっぱりラジオジャグでしょと思って <laughs> あ,のあの夜な夜な聞いてたんですよ。しっしかも昨日聞いてたのはじゃがったらの方とあ最新回のクラベリアの方の会を聞かせていただいてました <laughs> <laughs> そっか、うん、あれ「さよなら世界」あ「あどう警察」の話したのって。<laughs> だってかあれの時溝口の時ねそうですねうんそうそうそう,そ,うそれでその頭脳警察っていうワードが出てきて <laughs> あ<ー>わあちょっと頭脳警察聞いてみたいってなって <laughs> <当>あの前日に頭脳警察聞いてましたね<当> <laughs> すごいさあの頃の音って面白いよねまたね面白いですねなんかしんないけどあの頭脳警察の音って で特にライブ版とか結構あるじゃんでああいうのって聞くとあの時代がスコーンって映像で出るよねいや私その時代に生きていなくて私もだからえまだ生まれてないんですよ本当 ?60 年代アンパ70年代アンパもちろん私80年代に生まれてマジでそうなんですあ素晴らしい若いんだい あ,あそっか私もだから60年っ70年っの時はもうガキで全然知らないんだよ。えー、だけどなんかだからさん,、えっと、なんだっけえっと浅間山荘事件の時は小学生かなんかで、えー、それでもうかじりついてテレビにかじりついて見てたんだけどうん,うん。 だからあの時代の映像がテレビで見てたガキの頃に本当にテレビで見てた映像が、うん、フラッシュバックっていうかどんどんあれしてくるのね、うん、あの頭脳警察の音って、うん、そうだよなーっていちご白書だよなっていちご白書ってその頃の歌曲だからさ、うん さよなら世界婦人よとかさあと赤軍の歌もあるもんね、えー、ああそうですよねうんそう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 うちの警察って、えー、パンタってすっげえいいやつだよあそうだよ今度紹介しようか <laughs> あいやそれは光栄ですねえすっごいなんかでも結構今の時代にもこう カツンとこう当たるようなところもあると思うんですよね。いやだから昨日の渋田くんの、えー、あのー、リリックを聞いていて、えー、それでもって、うんあの時代とクロスするリリックだなってすごく思ったの。ああなるほど。うん。 そうなんですよその頭脳警察さんも私もそのラジオ聴いた後に聞いて何曲かあのライブ版を聞いたりしてうん、うん、その本当にアフリカンのリズムのトランスみたいな状態に入りながらあの本当にその、えー、と一つの何ていう曲名かはわからないんですけど「あの銃を取れ」って、うんね、とにかく何,何,、うん、何度も言っていて「銃を取れ」っていう響きだけであると。 その銃を持って、うんえー、人に対して銃を向けろっていうふうに、ん、聞こえてしまうんですけども、うん、最後の歌詞でそのもう僕の指先はそのあの引き金を引きかけているもう引き金を引く直前なんだから、うん、銃を取れというので終わっていて、うん、でそれは引き金を引いてしまいそうになっているから。 銃を取り上げろの、うん、そっちの取れに、うんえー、解釈できると、うん、でただその聞き方によっては真逆にも取れちゃうっていう危険性もはらんでいるっていうところもあってなんで本当に言葉っていうのはそのどう受け取るかっていうことによって本当にあに暴力を助長してしまいかねないものにもなるし真逆にも拾えるので非常に あの繊細なものだなっていうのはなんか感じましたうん、うん、そこにそうね、うん、だからやっぱり言葉ってさその一言一言にちゃんと込めた思いがあった発してるからみんなそういうのってね、うん、だからそれを取る側がどう解釈するかっていうのって問われるところはあるよねすごくそうだと思いますうん だから、あの何ていうのかな、まあ私はね、すごくアクセさんにはっきり言ったけど、うん、やっぱりその革命を起こすときに、あのインテリブッダね、ブッダっていうのインテリだったのかな、楽太さんがあってことじゃないからね、あの時代ね。うん そういうその言葉を用いてそれでもってプロレタリア革命だとかうんぬんって言ってその大学生がね、うん、やってもそれで日常で使わない言葉をみんな使ってやってもその革命って大衆を巻き込まなければ革命は起こ,れな起こらないわけで。うん でそれをやっぱりやってないからあれは負けたんだと思うっていう私は考えだったわけ。一回クトさんにも、えー、あのぶつけたことがあるけれども、えー、でも昨日のしびと君の歌詞を聞いていてすごいあの時代に言いたかったことをすごく今の言葉に直してそれでもって分かりやすくちゃんと 落とし込んでるなっって思ったよリンクすることっていうかあの時代に言いたかったことがと今しみと君がああやってやってることがそのリンクする場面っていうのがすごくあってさ、えー、うんで面白いなと思って聞いてたけどね。えー でも根本にはやっぱりその平和があって、えー、平和と愛とみたいなところでさ、えー、が趣味とかはもう徹底してるもんねそこねいやーそうですねえそうでありたいですえのいやもちろんありますよそれは本当えー、いつも大和だもんいやいやいや あのうん怒るうん何ですかねまあ怒るというのとまたちょっと違いますけれどもあんまりその,あの自分自身その何ですかねあの子供の目線から見た大人うん、うん、まあ大人っていうのはどんなん ういこととなのかっていう定義はそれぞれぞあるとして、うん、でもその子供心を常に持って忘れないでいたいという気持ちがあってうん、うん、それはその子供の目線から見てあのどうなのこの,この世の中どうなのっていうふうに思う、うん、あの疑問純粋なあの疑問を投げかけるみたいなうん、うん、そういう心は常に持っていたくて。 <で>うん、となると本当大人まがいの大人もどきでいつまでも子供心そのもので、えー、そこから、えー、歌を生んでいくといいますかね、うん、そうなるとその愛なのか平和なのかっていう言葉に置き,置き換えると全てそれであの。 にあのそれに行き着くのかもしれないですけど子供からあの、うん、のあの大人に向けてのそうですねあの問いかけっていうところは、うん、まあいくつになっても持っていたいなっていうのあります。偉いねやっぱ、えー、私なんかかは子供から単純に その10代のね、えー、子供というよりは10代やね、えー、10代からいまだに成長してないええー、それは素晴らしいと思いますいだからいつも頭きてるし <laughs> <laughs> そうなんですよだからそういうのはあ,るありますジュースにそれでさ今日だってさすっごい混んでたわけ自己渋滞で<ー>で全然車が動かなかったわけ、えー、でなん。 こんんななな動動かかいんだろうってらい動かなくてくく、えー、途中でよあの何て言うの途中で曲がることもできない一本の道だったから,、えー、だから抜けられないわけ全然、えー、迂回できないわけね全然、えー、でなんでって思ってて、えー、それちょうどもうすごい1時間ぐらい結構渋滞してて、えー、それで通ったらそしたらもう事故車は なんかすっごい大きい事故だったらしいんだけどああツイッターとかで載ってた上がってたけど、えー、でも事故車とか全部片付けてるわけ、えー、警察車両だけがいて、えー、止めてるのああそんであったましちゃった私「えー、おまわりどげや!」とかっつって <laughs> <laughs> で普段は「おまわりさん」って言ってんだけど、えー 起きた,たらそれこそ,その暴走族やった頃と同じで「おまわりとげやとかっつってそし <laughs> らあのパートナーみんな運転してるでしょ「えー、のイちゃんそれはよくいけないよ」って言われて、えー「<laughs> だってムカつくじゃん」とか言ってそんなことでもさ、えー、すぐムカついちゃうんだよね私。えー、であこれからしびと君と会うんだと思って、えー、反省しなきゃいけないって思いながら来た。いえいえ <Yeah. S 2> えそういでも本当に本当あのやっぱりその教師にしろおわりさんにしろ、うん、その非番の時はもう一般人なわけででまあ本当に制服を着たらば国家権力が通用する。うんうん ということなのであれば制服を脱いだら一般人になるんだら、うん、そうそれは、うん、ヤクザも一緒なの、えー、バッチャーズして勝負しろよって何度も言ったの私そうですよねそう,しょそうですよ、ね、国会議員だってみんなそうだけどそうなんですよ何かその権力ってそういうものだから、えー、それに対して頭くるやっぱりいやねあの頭くるというかもっと純粋な話しようよっていうところはあります、うん、なんなんか。うん 本当に職務中に例えば、まあ、あの道路交通法違反だとか、うん、一時停止今ねあの駄目でしたよっていう時に、うん、あのいきなり切符切って点数取るっていうことだったり、うん、罰金払えっていうんではなくって、うん、まずちょっと話そうよと、うん、であのどこがどこで止ま止まなきゃいけなかったのか、うんまあ、つ,ついこの間あったんですけどそういうことも、うん、どこで止まんなきゃいけなかったんだいって言って。うん で僕も「どこですか?」って振り返り際にあの肘であのクラクション鳴らしちゃったりとかしてバンとかなってそれで純粋に驚くわけですよ警察官の人はだから人間なわけです一応うん、うん、ロボットではないと「うわびっくりした!」ってなる、うんうん、あ人間だなってなってで外に出て、うん、で警察官と一緒に実地をちょっと確認するわけです、うん、であの交番のかね方ですよねって言ってまあその,あのこれはこのあの 私気づきませんでしたとすいませせんんででししたたととすい今度から気をつけようと思いますと。うん、でこれはなんかあの罰金とかそういうことになりますかね、うん、みたいなことをちょっとゆっくり考えてもらってもいいですかみたいなことをねあの, <laughs> あの,あの立ち話しながら、ね、でこれはその今これでこう口頭で注意して、うん、で特に人を引いたりとかそういうことではなくってうん、うん、その。 止まれっいう表示気かかなた非常に気付かない気付きづらい場所にあった表示があったので下にはなくってで標識がもう本当に陰に隠れているようなところにあってこれはちょっと見逃してしまったと私は日を認めますけれどもちょっとその立ち返ってこれは点数や罰金を払いますかそれともこれでまあその次回から気をつけようか。 っていう話にしますかどうしましょうかみたいな話をしたときにで結構ねあの人間と人間になって話すとじゃあまあまあ次回から気をつけるようにしましょうかそれはあれだよあの, <laughs> あの,君のスミドくんのさ勝ち いやでもやはりそのなんかその人間,のとこ人間同士まあそれは本当に機械っていうクラクションが生んだのかもしれないですよ直前にビャーってなってうわってなったのはその向こうがロボットじゃないその一瞬にしてその制服が脱げたではないですけどもやっぱりそうなった時にねあのあの人と人とで話してもう少しそのあの人情ではないですけれども。 昔も結構その警察官とかねその,あの道路交通保育班で捕まった時にこう昔は一生便なんかを警察官に言ってあのも持って行ってもみ消してもらったりなんていうのは昔の警察官よくあったらしいんですよね。んかそういうまあもう少しそのまああの非番の時に戻ってまあそれで分からなかったらじゃあうちまで来てもらって一緒にまあ本当と身肉に行くでも。 鹿肉でも鍋でもつついて <laughs>、うん、本当に顔を突き合わせて話そうよ一晩と、うん、だから君今15分あの僕を止めたけど、うん、じゃあちょっと6時間ぐらいちょうだいよと、うん、で家まで乗ってっていいからと、うん、で、まあ、制服のままでもいいから、うん、一緒に鍋つつこうよとそれから点数取ってもいい,、うん、い,いじゃないという感じで話す,話すっていうのもありかなと思うんですけど。 まあそれはさだけどさ、うん、そうね本当はそれが理想なんだけど、うん、渋谷あたりでは難しいかもしれないそうもいかないですね本当にあのもうなんか裁判しますかとかになりますもんねあの、うん、日を認めないのであればじゃあもうその裁判になりますけどいいですかっていう感じになってしまいまに、ねうん、う,う,うちもこの間ちょっとやられて、うん、でその時に その、まあ、歩行者が信号のあの横断歩道じゃないところを渡ろうとしてたらしいのね。えー、で、私たはちはもうばーっとそのまま走っちゃったときに、えー、後ろからお巡りが来て、えー、あの白バイが来て、人が今渡ろうとしてたそれ、あの止まんないであれしただろうって言われて、えーえー、どこに人がいたのか全然分かんなかったって言って。 そしたら要するに「そのあそこにいただろう」って言っていにはいないじゃん今もうみたいなさ、えー、で白バイがでいっつもその辺のその辺って白バイがいっつもなんか覆面みたいないて、えー、ちょっとしたところでバッと来て切符切るで罰金、えー、ってやるところなのね。 で頭きちゃって、うん、それで思って「何そんな点数ばっか稼ごうとしてるわけ?」うん、何今月月間なの?」って言ってこれまずいんだけどさ <laughs> 私、うん、あの昔ほら。 ね、暴走族とかやってた時にさ、えー、すぐさやっぱり月間ってすごいのよ<ー>月間っていうのがあってノルマみたいにノルマがすごい取る時があって「今月月間とかって聞いたら「えー、いや今月は月間じゃないよ」とかって言いながら切符切られたっつって、ねえー、あきっちり切符切られたけどね、えー、だからさもうちょっとさなんかさ 気をつけてって言うんじゃないんだよね。えー、一切何も聞かないみたいな。うん、えー、そうですよね。うん。なん,なんかその対等に接,接することができないっていう。状況っていうのは非常になんか、あの悩ましいなとは思います。本当に権力っていうものによって。やはり、上下関係と言いますかね、うん、そのやはり同じ言葉が通用しない。 と言いますか、まあ全て言い訳と取られてしまうっていうようなことは何か非常に虚しいな虚しさを感じることもあったり自分が今あの結構あの山奥に田舎に住んでるので選挙なんかいう時には、うん、あの政治家が家まで <laughs> わざわざ訪ねに来たりするんですよ。あ<ー>あんまりそのの都会ではねあの 一軒一軒訪ねたりはないと思うんですけど、うん、やっぱり小さな村なので、うん、家に訪ねに来て、うん、あのどうぞよろしくお願いしますっていうのをね、うん、あの来たりするんですけどですあのいろんなタイプの人が来てこうどうして政治家になったんですかっていうのを、うん、あのいつも聞くようにしてるんですけど、うん、あ,のある方はあのいやあの親父が。 政治家でして、うんうん、っていうことで、その先がなかったんですよね。うん、なんで政治家になったんですか。っていうのが親父が政治家だったんです。うん、それってどうなんだろうっていうのがありまして。うんうん、で、まあ、僕はそれで無言で、ずっと、あの、あの、まをわ、わざとっつったらいれですけど。あの、不完全燃焼で、あの、ずっと煙を、あの。 あの薪ストーブの煙をバタ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 してすっごい部屋中煙くしながら「うん、あそ,のそうなんですね」って言いながら、うん、あのなんでその一票欲しいのかっていうようなうん、うん、米の一票と一票をするとどう、うん、その重みをどう感じるのかっていうようなね、うん、<laughs> 話を面倒くさいやつなのかなと思いながらも。 その人はまでも,でもあのそういう問答をあのできるっていうのはまあ田舎ならではだと思うんですけどかあのどういう思いでねその政治家になってるんだろうかとかっていうのは純粋に知りたかったし、うん、うちにはテレビがないので、うん、ラジオだけしか情報源が、うん まあ,あ,のあとはたまにねインターネットなんかっていうのは開けますけれども、うん、基本的なその政治がその、うん、山水のようにこう伝ってこないといいますか、うん、こう生活を一変させるほどその政治の力によって、うん、あのどこ何が変わっていってるんだろうっていう実感が、うん、あ,のあまり湧かないという。 そうじゃないそうですよね。そうなってくるとあのだから一度その怒ったではないですけどそのさっきの子どもの目線から政治家っていう人たち人にあの言ってしまったなっていう言葉としてはその,あの次の選挙お願いしますとかね言う時に。 あのまあ、政治や経済やね名刺や体裁なんてねなくなっちまえばいいと思ってんですよっていうことを <laughs> <laughs> その人に言っちゃったことがあって、うん、でもねなんかそのかか彼らはそのやっぱり政治っていうことによって国を変えようとか、うん、そのやっぱりでもそれをやっぱり親父が政治家だったからっていう。 いことを言う人にね政治なんだろう一票入れるっていうのもちょっとあれでなんか純粋な子供心としてはもうその政治とか経済とか、うん、名詞とか体裁とか分からない範の範疇にないじゃないですか子供としてうん、うん、だけれどもなんか自分の生活が一変してしまうほど、うん、あのなことにもなりかねない、うんえー、突然、ね、あの少年兵徴兵制とかに。うん あのが降りてくるかもしれない国にもなるかもしれないし、うん、そういうことが勝手にどん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 起きていくっていうのがあの何ですかね子供,子供僕も子供で止まってるので、うん、あの何ですかね怒りと言ったらあれですけど、うん、あの「煙たいかい?」と「うん、煙たかろう?」と。 蹴 <laughs> めたかろうっていうことを <laughs> えっしんとくん大人だよいや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 ,いやそこでさやっぱりそういう問答をするっていうところで <laughs>、ええ、そうやってなんていうのかな時間を保ちながらそういう問答ができることが大人だよああ私はやっぱりストレートだもんねあ<ー>え何言ってんのみたいなさ <laughs> <laughs> 本当 しびとくんさ、ええ、今のその政治の話で言うとさ、ええ、政治に期待してるあの正直先ほど申し上げたようにその、うん、蛇口をひねって米が出てくるってことはないんですよ、うん、本当に。でやはりその都市があって森がある、うん、森があって都市があるその。うん どっち側からどっち側を主軸に置くのかっていうことであったりとかもあると思うんですけども、うん、あの森の中に生きる分には政治はない,、うん、な,いないに等しいただそこに人間が現れて、うん、で人があの人という子があの 2になって3になってってなってくると、うん、そこに政治や、うん、あのまあ本当に統治したりしだしたり武器を持ったりとかだんだんその村やねその村が国になってって、うん、本当にあの原始的な国の起こりとかの話になってくると思うんですけど、うん、そういう部分ではその今の時代にあのさっきの子供心ではないですけど あのやはりぶあの極端な話あの本当にいやあの海に住んでる人ってあの山のものってなかなか食べられなかったりして、うん、でも山に住んでる人は海の海産物をなかなか取れなかったりして、うん、それで物々交換がやっぱり成り立っていってたと思うので。うんうん、あの 本当はお金なんていうものはあの墓には持って帰れませんしそういう概念がなくなってしまえばいいと思っているのはその子供心にはあります、うんうん、ただあのそれを強いることであったりそ,れをそうしなくちゃいけないっていう社会に一変できるかって言ったら、うん、それは非常に難しいことなので理想論でしか。<laughs> あの語れなないところなんですけど、うん、あの政治に期待をしているかどうかっていうよりももうちょっと根本的な部分で、うん、その人間がその昨日もね友人と話してたんですけど思思想が強いと思われるんですよ私は、うん、だけれども本当はその美味しそう嬉しそう楽しそうとかそういう思想 すかそういった、うん、あのことを純粋に,にその思う心っていうのがあの思想なのかわからないですけど思想も強ければ何ですかねこう思想の論になっちゃうかもしれないですけど <laughs> <laughs> でも、あのー、やっぱり、あのー、本当は結構ねその金じゃなくて米。 っていうようよな形でその金には金で渡せないけどその米でよいかいみたいなねあの草刈りした分1時間1,000円でニットをつけといてやっていうことではなくて、うん、あのじゃあちょっとあの。 ね、あの取れた新米今、まあ、ちょうど新米の時期なんで、はい、新米ね試して、えー、あの食べてみてやみたいなうん、うん、そんなあの労働の対価まあサラリーマンっていうのが言葉がありますけどあれもともとサラリーってあの塩、うん、ソルト、うん、から来てて、うん、あの給料があの塩だったんですよね。うんうん、でササララリリーーマンっっていうのそのサラリー、まあ、やっぱりその 塩っていうものを手に入れるっていうことがもう本当にむ、うん、難しくってっていう状態で、うん、でも塩があれば保存食も作れるし、うん、日々の、まあ、塩分も補給できますし、うん、いろんな料理に活躍できる、うん、生き延びることができる、うん、でそういう大切なその部分もしサラリーマンは塩を手に入れようとしているんだよみたいなね、うんその お金だけけどど今紙,紙紙幣ですけどあれには表と裏あるんで効果もでもなんかその表裏なしで考えるとやっぱり用であったりそのあの何かに対するあの対価っていう形ではなくてあのこれそれで何をしたいかって じゃあお,お金じゃないけどちょっと海で取れたもの山で取れたもの、うん、っていうような感じにな,れなったらいいのになっていう,う、ねね、結局さなんか私思,った思うのは、えー、カリブ海にドミニカ国っていうドミニカ共和国じゃなくて、えー、ドミニカ国っていう国があるよねち、えー、ちっちゃい島なの、えー、でも千 メートル級の山が2つぐらいあって<ー>それで外資あの要するにそ,その島の周りをあれするのと道路と<ー>真ん中に2つ二本その道路が通ってるだけの国でそれであとはもう本当に獣道みたいな変な道を通っていくんだけど<ー>でちょっとジープとかで登るとあっという間にすごい高いとこ行ってるみたいな島でさ。<ー>でそこは そこに行った時にねあのー、おじいさんが道端でオレンジを売ってたの、えー、それでこれ食べたいなと思って、えー、でこれいくらっつったらもう満面並みで君が、えー、あのー、1円っていえば1円<ー> 1> 10円っていえば10円まあ、えー、英語でね、えーで 1000円っていえば1000円だよみたいな感じで言われてこれはどうするべきかなってで私はじゃあ1ドルね1ドルでおじいさんの笑顔にもう1ドルつって2ドル渡したのそしたらもっと満面の笑顔になってで 大体スーパーとかで私は相場を知ってたわけ、えー、だけどなんかそのままパンってやるよりも、えー、なんかおじいさんの笑顔にって言った時におじいさんが本当に満面の笑みで、えー、そしたらおまけしてくれて笑,<ー>笑顔分おまけしてくれてみたいなまた。えー なんかねそこの島はそういうね物々交換じゃないんだけどまあお金はその時払ってるんだけど、うん、でも要するにそういうなんかあれがあるところなのね。だからすごいなんかジャマイカでちょっと汚れてしまったらしさが渡って、うん、そこのある場所でコミュニティ作ってく、うん。 ってて、うん、そこもすごい気,分気持ちがいいぐらい<ー>あったかいのすごく<ー>みんな平気であのー、ヒッチハイクして<ー>それでもって乗せてってあげると「こうお茶飲んでいきなよ何しなよ」みんな友達になれるの。<ー>でそこんな場所が要するにまだあるんだって。 だから逆に言うとアフリカの方が「マネマネマネって言うぐらい、うん、そこの島はそうじゃなくて、うん、でなんかすごいあ私大好きになっちゃってそ,そこの島がね、うん、でやっぱりさそうとこから帰ってくるとさ確かに便利かもしれない、うん、でも本当にこの便利って必要って言って、うん、私は。 他の人は分かんないけど、うん、私にはそんなに必要じゃなかったりするのね。うん、でこの便利が不便だからそれは全部電気がなければ動かないものだったり、うん、やっぱりそういうものがないと動かないものを必要なのかっていうと、うん、そんなに必要ではなくて私は今もう。うん、うんで ではそういうなんていうのはそういうううのそ都市計画も含めてなんか違う方向に行ってんじゃないかなっていうのをすごく思ったりとかして、うん、で政治とかも、しびと君はあののなんていうの私は正直言って今の政治って本当に信じてないの。うん 全然信じてないのね、うん、その真面目にさ選挙行ってたよ私正直言ってある,、うん、ある程度本気でやっぱり変えられないかなと思ったけど、うん、なんか変えられないことが分かってしまったっていうか、うん、結局口だけ、うん、選挙の時だけ、うん、だから終わればさ例えばそのまた原発 動かして新しい原発増やしてってなったでしょあそうなんですねでそれがさ今電力がそのウクライナ問題があったり何なりで電力が足りないからって、えー、本当に電力足りないって、うん、思うし、えー、だったら24時間テレビ放送しなきゃいいし。えー うん、寝る時間に寝るようになれば子供だって増えるよ、ええ、きっとって思うしだかで,す、ね、<laughs> で何にもそのあれしないで電力が足りない、ええ、だから原発再稼働です、うん、原発また増やします、ええ、それを独断で決めてしまうってことが、うん、あまた、あ、これかっていう、うん、なんかそこに最近なっちゃってるんだよね。なるほど だから逆に言うとそのいわゆるそのサードワールドって言われてる、うん、これからの国ってね、うん、選挙に一生懸命なのみんな、うん、ものすごい熱いの、うん、あれ見てると政治に期待をしてるんだちゃんと、うん、で期待ができる政治なんだって思うでも日本の政治はどう、うん、だ例えばチカットで あのこの間アフリカ会議があって日本は4兆円その官民両方で4兆円を出します拠出しますと、うん、4兆円ってさで反対それに対してさ日本人にやれっていう声ってすごい多いんだけど、うん、実際私ね例えば4兆円寄付するのって、うん、本当にそれだけ。 アフリカに対して本気で何が必要かを精査した上でやって、うん、でどう使われたかを全部精査してそれがどうなったかってこともやってんだったらそれはいい、うん、でも今までさんざん寄付だけして何の結果も出してない、うん、いらないところに毎年何億何十億ってかけて、うん、それで日本の企業が儲かってるそういう現実を私は知って 見てきて知ってるから、うん、そうするとまたそれのお金の取り合いを日本本当はアフリカがやってるんじゃなくて日本の中での取り合いなんだよねその4兆円って。うん、で私そのティカットで前昔のね、うん、ティカットが終わった後にアフリカのある大使館で会議が、うん、アフリカ会議があって、うん、それでまあティカットで予算がこれだけつきましたと。うん それをこの国でいくら取るかってやってるわけ、うん、でそれはアフリカ人のためじゃない、うん、アフリカ人というの,のためという名目の上の日本の企業,企業に利権、うん、のためうん、うんうんうん、なんかそういうのが結局日本ってまあみんながさ お金がどう使われたか最後まで確認しないのが悪いと思ってんだけど、うん、そういうことしないから、そういうことが行われていて、それで、でもちゃんと自分たちも確認しなきゃダメだよって思うし、うん、でそれを、だからみんな、なんていうの、政治が、 そういうことを全部決めてしまって、とへじがいくら働いたって、うん、結局、そういうところに使われなくて、うん、自分たちの生活が良くなるわけでもなし。うんうん、で、一見、なんか、良くなるようなふりをした、出るだけだから。うん、で、一部の企業だったり、うん、一部の人たちには恩恵があっても、ほとんどの人には、 やっぱり恩恵がないだからどこを目指すかっていうのが見えないんだよねこの国。うん、もう本当に最超最先端で行くつもりなのか、うん、それともみんなが心のやっぱり幸せを求めてるっていうところで。 いや発展はこれぐらいのスピードに抑えながら、うん、人がやっぱりゆったり笑顔でいられるような国を目指すのか、うん、高度成長期の時みたいに、うん、ともかくっていうさ、うん、やつをまだ続けるのかっていうさ、うん、なんかそこが見えてこないから私は政治を信用全然できないの今。うんうん いやいやだから「届いてこない」っていうのがううのまあまあ本当にその,あの空白地にいるっていうところもあるんですけど、うん、でも本当に届いてこないっていうのはまああ,りあるのかもしれませんしそうです、ね、特にさやっぱりほら都心っていうか東京にいるとさ。えー 政治家と一人一人直で話すとかっていうことでは全然ないからさそうですよねうんすと選挙の時だけだからさっていうふうにみんながなっていくのはすごくよく分かるそうですねうんうん本当あの以前その,あのアフリカでの,あの浅野さんとお話した時にその,、うん、あのペットボトルの水をね 飲み,み残して置いといたら、うん、みんなでそれを残ったのをみんなで回し飲みして、ね、一口ずつ回し飲みして飲んでたっていう姿であったりとかそのあとあれでしたっけあのご飯を出していただいて、うん、全部食べると悲しそうな顔になった全部食べる。<laughs> なんかたくさんご飯さんっていうよりもたくさん炊いてみんなが、うん、要するに、まあ、私たちもそうだしあとそこに仲間がいて、うん、要するにね遠巻きにその,そのプロジェクトに関わってない子どもたちもみんなやっぱり見てるわけだよね。うん、それで いっぱい作ってそれでもって残るとその子たちが「いい?」ってだから水の時と一緒なの、えー、来るわけでも全部みんなが食べちゃうと、えー、それがないじゃんでも<ー>ね本当に悲しそうな顔するんだよね<ー> <laughs> だからみんな私なんかはちょっと残すし、えーうん、わざと多めに炊いたりねごはんをね、えー、そうですね、うん 結構そのまた政治とはちょっとまた違うんですけどその生活の中にある政治というかうん、うん、っていうところでは最近よく考えるのはやっぱりその生ごみをやっぱりその夏場やなんかねその生ごみをそのまんまあの家庭ごみで出されるっていう方もいらっしゃるのかもしれないですけどやっぱりそのコン,、あのー、コンポストであの生、ー、の 生ゴミを土にかえ返していくっていう。うんうん、それって結構、その日本、あの、結構海外。まあ、私もその好きで行ってる。うん、あの、えー、カナダとか、うんうん、そういう国では、もう、あの、基本的に、その生ゴミは、もう完全にコンポスト用の、うん、あの収集があるんですよね。なんで、その土にちゃんと返していくっていう、その環境を、うん。 非常ににベースに考えて、うん、まあ自分は地球なんだよ、うん、地球も君なんだよっていう、まあ、地球が苦しい時は自分が苦しい時自分が苦しい自分が楽しければ地球が楽しい時っていうような感じで、うん、そのベースに環境を考えるっていうことを、うん、そのコンポストから見つめ直せてないですけど、うん、あのやっぱりコンポスト であの落ち葉やねいろんなので最終的に土にかえ、うん、帰っていくその土に、えー、して、まあ、あの自分でね育てているこう草木やね、うん、あの花壇に使ってもいいだろうしでもそうなるとまたそ,のそれが土に帰っていくわけだからそれコンポストに入れてよかったんだろうかっていうものもなんか疑問が湧いてくるわけですよ。んこれれってその土に入れ ったらその結構あの地球が苦しい状態になるものじゃないみたいな考え方になるんで、うん、そのゴミを出すっていうこともなんか、うん、あの一つこう今意識的にあんまりな,な,ないかもしれないけれども結構地方自治体によって本当に分け方が違うと思うんですけど、うん、結構そのコンポストはコンポストも完全にそのリサイクルになってる。 そのコンポストマークのゴミ箱っていうのを、ちゃんとその設けてやるっていう。あのスタイルは日本にはあんまないなと思って、そこそこなんじゃないのかな。根本的にって、僕は結構思ってるんですよね。だアフリカってさ、面白くてさ、だから第一ゴミ拾いっていうか、やってるじゃん、ゴミのプロジェクト。あれって。 そのビニール袋とかそういうビニールなんだよね。えー、生ゴミって出ないのよ<ー>だってさ、ね、人がでも、ね、食べるのが精一杯っていうのがあって、えー、ほとんど食べるけど、えー、例えば骨とか、えー、そういうのとかは犬にやるでしょうんうで本当、ね、みんななんか。 こう生ゴミが出ないってことこなんだよねうんでもちょっとそのビニールとかは結構出ちゃうって感じなんですかビニールは今だから、えー、ビニールに入れて何かを売るっていうことが多くなったわけよああなるほどあのシャラシャラ袋あるでしょ、えー、だコンビニの袋よりもっとシャラシャラしたようなやつなんだけど、えー、それでを使うから、えー、それがもう溢れてるねう,ーんうんうん どうしてってっぐらい、えー、でそれを捨てるとこがないじゃんだってゴミの収集がないんだもん、えー、そうですよねうんで面白いけどね、えー、だからすごくなんかあっちを見,る見てるとすごく今あやっぱりゴミって出ないもんなんだって思って <laughs> うんそうですよねうん 本当でもビニールは本当に結構風で飛ばされて<う>で鳥が飲み込んじゃったり、うん、獣が結構それで喉詰まらしちゃったりとかそうそうで魚がやっぱりあれだし、ね、あとあの雨水がやっぱり溜まるでしょ、うん、ビニールにがあると、うん、そうするとそこにマラリア原虫が、ま、卵を産んで、うん、蚊がすごいそれから子どもたちがそれを手に で触ると、えー、コレラセキリうんで石鹸なんかほとんどみんなないじゃない、えー、だからね良くなことになんないのうん,うんでそれをやっぱり取ってね、えー、ただじゃあゴミ箱がないからどうするっていうと、うん、そうすると結局燃やすしかない、ね、うん燃やすのがいいわけないんだけどそうですよねだけどじゃあな他に何があんのっていううん うん、そうですよねまだ土に変わるならいいけど変えないんだからそうですね使わないのが一番っていうさ、うん、でもじゃあそのお母さんたちが野菜を買ってきた時に何に入れるのって言ったら、うん、手でもっと歩くわけにいかないでしょそうですねうん で布もないし、うん、紙袋なんてもっとないし、えー、でシャラシャラもう本当に薄いシャラシャラの本当の、えー、あれに入れてっていうさ、えー、でもそれを結局またファって捨てちゃうからその辺に、うん、もう待ってるよ <laughs> そうですね、うん、本当あの山の木の,あのてっぺんなんか の近くまで登ってったりすると結構鳥の巣が見つかることがあるんですけど、うん、であのやっぱり結構ビニールとか林業の下が巻いてる林んろテープっていうトウモロコシあれはトウモロコシでできてるんで土にかえるんですよ。で林ロンテープっていうのがあってそれはあのカワハギ、えー、シカ 熊、えー、が木をの皮を剥いでしまうので皮を剥ぐのを防ぐために、うん、あの木の成長とともに、えー、広がっていく結び方であのきつく締めちゃわないでうん、うん、広がっていく結び方で巻くりんテープっていうのは、うん、たあのもしご存知の方だったらその。 山の方ででなんんこれテープぐるぐるるる巻きにしてるんだろう植林っていうところがあると思うんですけどうん、うん、あれ基本的にリンロンテープっていうトウモロコシのテープで巻いていて、うん、でやがて土にかえるものなので、うん、あの害はないとされているものなんですけどそういうリンロンテープをあの落ちていたのかそういうのを拾ってきて巣とか作ってるんですよね、うん、結構その鳥の巣とかもその人工物で作られて えと天然のものが織り交ざっていたりとかして、うん、その中に結構その,あの人間の文明とこう自然の融合みたいなのも見たりするんですけどうん、うん、本当にその,あの極端にねいきなり全てあの切り替えてっていうことになると本当に全員原始人にね、うん、立ち返ってってなると非常に、うん、難しいと思うんだけれどもなんか。 少しその,あの意識を変えあのが意識するっていうか、うん、っていうことになるはじめとしてはなんか結構その最近あの買い物袋いりますかとかねそういうのでビニールをなるべく、うん、だけどもまあい、うん、りますかっていりますって言ったら出てくるわけなんで結構その入り海外のスーパーとかねそう、まあ、カナダのスーパーとかで。 あの「パドゥサクリブプレ」って言って「サックは要りませんと」と、うん「バックはいりません」けどっていうとまあもちろんですけどちょっと「バックください」ってなると「うんうん、えバックも持ってないっていうような感じでもかなり「え面倒くさいな」っていう顔をされるというか、うん、であのなんかそのビニール使う。 っていうことが悪であとそのコンポストやねそのちっちゃい頃から、まあ、学校の教育とかでも何だろうすごく根本的なところでそのあの先生たちが子供にねどういうふうに教えてるのかっていうのは分からないですけど、うん、なんか僕らはそのまあ宇宙船地球号というかねその同じ船に乗っかっている 乗らせてもらっているという感覚であの地球を大切に思うっていうことの意識を、うん、あのコンポストであったりとかなんかあの土を考えてみるとか、うん、そういうきっかけをなんか与えてくれてる教育っていうのはとても豊かだなと思います。うん、そううだだねだからやっっぱりその、うん、何ででも便利便利利ていうところで やるんではなくて。うん、やっぱ考えないと。やっぱ、本当に地球にある。資源ってもう限られていて。うん。って、うん、思うよね。すごくいろとなんかもういいよって思っちゃう。うねうん、もういいよって思っ。だから、私はそのまアフレ行かの話あんまりするとさ怒られるんだけどさ。最近、うん、怒られるわけじゃないけど。うん、でも。 あのーうん、やっぱり何にもないところで自分たちで作っていくっていうことができるのが楽しい、えーうん、そうですよね <coughs>、うん、何もないんだもん、うん、だから例えば買ってくればいいじゃなくて買いたくても物がないっていうさうん、うん、<laughs> そうそうそうお金があったってないんだもんみたいな。えー じゃあどうする?」って言うと「ええ、じゃあ看板1個作るんでも木を切って、うん、木をあれするとこから始ま、うん、よう」でもろから始まってかなんか前ね「そのゆい」うん、ユイっていう曲で「うんうん、海に流されたフライパンや空き缶」っていうのねうん、うん、そのフレーズであの浅野さんとお話しした時にいや「そういう流れ着いたフライパンとか空き缶ってすぐ彼らは楽器にしちゃうんだよ」っていうのを。そうそうそう 言っていてい、うん、とさせられたんですよね、うん、なんかなんかのえ映画でコンンサイマンでしたっけあの、うん、空から降ってきたコカ・コーラの瓶一本で最初鳴らしてみたりとか何なのかわからないんでコカ・コーラの瓶が突然何にもないところに落ちてきてこれは何なんだってことで結局取り合いになっちゃうんですよね。<laughs> これなんだっていうので取り合いになってもう戦争みたいな感じになっ,ちゃなってきちゃったりとかしてで結局これはもう本当に害悪だともうサイマがものすごいて、ね、してるんだけどなんか探しに行っちゃうんですよね<あ>もう一回ね。んかあれ結構純粋ななんかこうあの人間の心理を見るような <laughs> う、ね、なんかあのシーンをちょっとパッと思,思い出しましたなんか今。 なんかねだから昨日ねあの雨包み堤君って、えー、あの映像やってる人とね、えー、彼がもうしびとくん大好きで、ずっとやってんだよね、えー、一緒にね。ねで、彼が昨日も来て撮ってくれて、えー、であのー、終わった後に、じゃあちょっと学園行こうかって、しびくんあれしようかってでって、えーで、ちょっと2人で行って、で2人で話してたの、ね。えー で私がまあ、ちょっとクラッシュが一段落したら、うん、そのアフリカに行くんだけど、うん、あのー、まあナナのゲットの連中に会いに行くことと、うん、マヤウイの子どもたちに会いに行くのと、うん、初めてなんだけど、うん、サバンナにちょっと行ってみようかなと思ってるわけ。うんうん でそれ、まあ、今回は無理でもその同じコースをとくんにも経験してもらったらいいなって話をしてて,、うん、てなぜかというと、うん、まずその同じ音楽をやってるけど、うん、そのなーっていうアパルトヘイトとかがあった中で、うん、それでもアフリカでは裕福な国で、うん、そこで音楽をゲットでやり続けてる連中と、うん、まず1回は会ってほしいって。うん でその後に私たちが支援している子どもたちむちゃくちゃ貧乏だし、うん、世界最貧困層の一番底辺にいる子どもたちだけど、うん、あの子どもたちの笑顔にも触れてその現実も見てほしいし笑顔にも触れてほしい、うん、最後はそれを一回消化するためにサバンナでのテン,テントみたいなねところっちがあるのね。うん でそこでなんか何日間か、まあ、3日とか4日過ごして、うん、その1回それを消化してから日本に帰ってほしいっていう話をしてたのねしびとくんにそれ,やそれやってくれたらなんかちゃんと届けてくれそうだなーっていう話をしててさしびとくんとそれができたら嬉しいなーって話を昨日してたいやーそれは本当にあに行ってみたいです本当うん やっぱり以前あの「ゆい」っていう曲をね作っている時に、まあ、自分も悩みに悩んでいた時にこうああの浅野さんとお会いして食事をしながらいろんなお話をさせていただいた時にもこうやっぱり百分は一見にしかずもう本当に想像だけならその立場に立てるのかもしれないんだけれどもうん、うん、やはり。 その現実に何が起きてるのかっていうのはやっぱりそこに行ってみないとっていうのがあるので自分は今本当にそれをあの人生の生きていく道の中でフィールドワークと言いますか実際にその土地に訪れてそれはもう日本国内でもそうですけれどもあのその土地土地に訪れてあの 感じることそしてまあ書いてみる歌であったり詩だったりと、うん、そういったことにあの心を向けてるるところがあるのでだからそれはやっぱりリアリズムっていうかね私もそれはそれ同じなんだけど、えー、やっぱり自分の五感を通してちゃんと感じられたこととか見たもの 聞いたもの全部匂いも含めて全部が体に自分の体でやっぱ細胞になった時に、うん、それがものなんていうの表現にそれを転加できると、うん、すごい説得力のあるものができるんだなって思うよね。それはすごくやっぱりやった方がいいと思うし。うん しびとくんの言葉ってどうしてやっぱりその言葉がちゃんと心にあの刺さるんだろうっていうのは思った時にそのリアリズムっていうかね、うん、それがあるからちゃんと自分の言葉になってて、うん、自分の思いになっててだからそれは声を大小大きい声を出す時小さい声を出す時、うん、その 音が入る時間ができる時っていうふうにちゃんとそういうことが自分の細胞から来てる表現だからそういうふうになるんだろうなっていうのを、えー、昨日も見ててすごい思ったよ。あ,あ,ありがとうございますなんか本当に呼吸についてね、うん、あのお電話であの。 山の方の呼吸と街での呼吸ってどう違うの、うん、っていうようなね、うん、<laughs> お話で何であの問いがあったんだろうみたいなねことを私もこうこうぐる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 しながら <laughs> でやっぱりその本当に倉敷さんの音にともにってなるとやっぱり自分としてもこう本当にこう気持ちもこも,こもりすぎてしまうっていうところもあるのでこう非常にその。 バランス強弱のバランスであったり本来の自分らしさというものも保ちながら、うん、あの本当に魂をこう解き放っていくみたいなことっていうのを、うん、すごく直前まですごく大変でもありましたそこはそのなんかあのうまく歌うとかそういったことっていうよりもあのやはり言葉 の、ね、取り方一つでやはりあの言葉っていうのはもうあの、うん、繊細なので、うん、自分の心があのどういう位置にあってっていうのがしっかり、うん、あのないとどんな言葉も伝わらないのでね、うん、そこは非常になんかあの今回一緒にやらせていただいてまた見つめ直す、うん、いいきっかけになったなと思いますね。 うんでも本当なんかシビとくんとさアフリカのサバンナでさ、えー、夜さ、えー、なんか無数の星眺めながらさ、えー、あれだよねなんか、まあ、向こうはお酒とかであんま手入んないかもしれないから、えー、なんかみあっちだとコーヒーか、うん、ミントティーかみたいな感じになるかティーかもしれないけど、えー、なんかそういうのあれしたいなと思うよね、うん、あいいですね。 ともかく星だけは数多いからへ<ー>何にもないんだもんそうですか電気がへ<ー>真っ暗の中の本当にあの本当の闇やからへ<ー>その中の星ってへ<ー>まあ特に南だから南半球だからへ<ー>南十字星とかさへ<ー>すごいんだけどあれだけはもう本当にあれ見てるとさへ<ー>地球って。へー 本当にちっちゃくて、うん、自分はもっともっとちっちゃくて、うん、って思えるしね。へ<ー>うん。南極老人星っていう星見られるのかな。 なんか見てみたいんですよ、南極老人さん。ほんと、なんか分かんないけど、ともかく星の数だけは、あの書道家のまみちゃんっていて、で昨日もライブ来てくれてたんだけど、まみちゃんも一緒にマラウ行ったのね、前に。で、停電になって、ソロ見上げたときに、すっごいっつって、驚いてたよ、ほんと。 こんなに星ってすごいんだっていう星、えー、うんでも私もサバンナで見たことないからさ、えー、でも面白いよね私結構さあの夜だとさ、えー、夜さ猛獣というのは夜狩りをする、えー、そんなところでお茶飲んでいられるのかっていうのもある <laughs> <laughs> なるほどそうですよねうん 楽しくてしょうがないじゃないの。私カバー好きだしさ。ザンベジ川でカバーみたくてしょうがないんだもん。本当、カバー。不思議だわ。ゾウもいますか。ゾウももちろんいるよ。ゾウもいるし、カバーもいるし、ライオンもいるし。今のそのカバーがなんかこう不思議な、なんか魅力はどんなところ。ですか私さ、アニマルプラネット大好きで。ええ。 本当にそのいろんなアフリカの動物のあれとか見てんね。えー、カバーってさ、時速40キロで地上を走る。おお、それ早いですね。それじゃ、えー、それでアフリカの人たちがみんなカバーを一番に怖がるの。うん なんでって私なんかさ動物園のカバしか知らなかったから、うん、カバなんて可愛いもんだってムーミンとおんなじだと思ってるぐらいだったから、うん、まあ無知の無知だからさ私。うん、だけどさカバってもう歯がすごくて、うん、それでもってで特に一回マラブイコでカバがいて、うん、いるんだけどさ、うん、あの漁師がモータボートのモーターを切ったんだよね。うん なんでって言ったらいや、こっからしばらくは静かに移動しなきゃダメだって言うわけ。<ー>なんでって言ったらあの、結構離れてんだよ。うん、遠くにちっちゃく見えるだけなのに、うん、親子のカバがいるって。<ー>それで子供がいるときは、うん、もう,そう親が速攻であれしに来るんだって。は<ぁ>そうすると、カバに襲われるのが一番怖いんだって。<ぁ>だから アフリカで最強ななのはカバなんだへて。へ<ー>それ聞いてさてみんなこうあるの<ー>ヒポーヒーポっつってでそれからなんかカバって面白いなと思って調べ始めていろいろと、うん、それで皮膚が弱くて<ー>汗が赤いだから血が出てるように見えるとかさだから泥を塗ってパックするとかね、うん、すっごい面白くてさ なんかカバってでカバのケンカって半端じゃないの<ー>ちょっとびっくりするような口開けて噛み合いするんだけどさ<ー>か、ま、あのカバ同士が並ばり争いしたり<ー>面白いよカバ<ー>カバってさそれでさ他のカバの子供育てないのかな なんかね、いろいろあって面白いんだよねへえー、だから一回生で、えー、やっぱり自然で暮らしているカバーのを見たいの、うん、ああですね見てみたいもうさなんかこの間さまだ直接行くって決めてないんだけど本当は、えー、でも航空機と航空便とかそれからホテルを調べてたのずっと。えー なんか行った気になってさ私、えー、すごいなんか呼吸が楽になったあ<ー>うんこんなとこなんか泊まってみたいなとか、うん、アフリカのサバンナで想像してるだけで、えー、なんか呼吸がすごく楽になったああいいですね行こうよ本当いや行ってみたいです本当に、うん、なんか本当にそのあの現地の方々の、うん、その人間 人との触れ合いっていうのもねもちろんですし、うん、あの結構私もその生物あの生き物、うん、いや,あのいや、まあ、あの森林もそうですしその自然界の結構その生態学的なその共振化みたいなのにちょっと興味があって場所は違えどそのコアラとユーカリ。 の関係性なんですけどまあそれはオーストラリアとかですけどねまああのユーカリはすごい猛毒で,でコアラはでも大好きで,で最初の頃ユーカリに登ってあのハムハムこうえーユーカリの葉っぱをコアラが食べてで眠いような感じになってバタバタ死んでいったとコアラが。だけれども つ次はそのコアラがユーカリの毒を、うん、あの自分の体で分解する力を進化してでそれで今度はユーカリが食べ尽くされてしまうみたいな状態うん、うん、そしたらもっと強い毒をユーカリが持って進化したとうん、うん、でまたコアラ死ん,だ死んでいくとうん、うん、でコアラがまたその,その強い毒を分解するだけの,あの進化を遂げて、うん、で今一応その コアラな,なんとなく飼ってるけどっていう状態でしがみついてるみたいな <laughs> なんかそこがなんか結構その自分は今そのねあの今の流行り病といいますかねうん、うん、そういったこともその共振化につながってくるみたいなところもあるかもしれないしそうだねうんあとあのだから,だからじゃあなんでそれも結局 同じ人間なのに、えー、まあそれはね免疫力が違うしいや全然違うんだけど、えー、私たちなんかさ子供の頃からさきれいな水飲んでさきれいなもん食べてるからさ全然 体制できてないんだけど、えー、なんであいつらはあんな汚い水飲んでも、えー、吐きもしなきゃ下痢もしないわけで、えー、それでだから自分たちが大丈夫だからどんどん進めてくるわけで、えー、だけど私それ一口飲んだらもう大変なことになっちゃうしみたいなさ、えー、こんなに違うんだよなーとかって人間だって、うん、どれぐらい経うん。そ あの子たちと同じようになれるかなとか思っちゃうよ。うん、そうですよね。面白いよね、すごく。あと結構その、あの。エコロケーションって言って、うん、あの反響定位って言うんですけど。うん、その、まあ像が離れたところの群れを、うん、自分の足の裏の。し、うん、振動で。 その聞いていいてるみたいな足に耳があるみたいなことが結構自分の中で今結構考えていることであってあのまあコウモリやねいろんなあの動物がそのエコーロケーションっていうちょっと離れたところにいる仲間であったりなんかそういった仲間とあの目に見えない人間では聞こえない音でのエコーでこう。 共鳴し合っって自分の位置を知ったりで相手の位置を知るっていうことができるっていうのがあって、うん、なんかその大地を踏み鳴らす鼓動と、うん、こうなんかそのやはりアフリカの音楽そういったものもこうあのきっとつながってくるところがわ私たちがちょっとあの普段生活していてったら 聞こえなないような音であったり、うん、さっきの星みたいなねほんと、うん、全ての明かりを消えた時にだけにしか見えてこない星があったりとか、うん、そういうその静寂の末の静寂なのか何にもなくなった時にパッと灯る明かりなのか、ええ、初めてアフリカ行った時にさ、ええ、10日ぐらい行っちゃうのかなしたらさ 帰ってきたらさ、ええ、今まで全然聞こえない音が聞こえるようになったわけ耳がさ耳,耳の周波数が変わるんだよね。<ー>電磁波とか一切ないでしょ、ええ、でそういうとこでい,い,いるとレンジがすごく広くなるの。<ー>だから地下でさその時さ工事やっててさ、ええ、地下鉄の。 えー、マンションの下がね、えー、そんな音普段聞こえないんだよ全然地下すっごい深いとこで、えー、東京の,あの地下鉄の工事ってやってたから、えー、それがもうにに聞こえるようになっっちゃったの<ー>でそういう耳のレンジが変わってきたりとか、えー、やっぱねすっごい目もだからあの連中がさこんなに星明かりがすごいのに見えないのかっていうっていう話が、うん、私しょっちゅうそれあるんだけどさ、えー ど,どうやったら道が見えんのって言ってあ、うん、の子たちはこんなに星明かりがあるのにル子見えないの、うん、い見えないよみたいなさ <laughs> <laughs> 本当にだから人間ってその私たちは進化をしてるね便利っていう中で、うん、進化をしていなくて勝手、うん、に後退してるって思ってるから。 ていくのはね。うん、だから、そういう意味では、あの子たちの方が元々ある。そういう免疫力も含めて全部そういうものが。うん、本来人間ってあれだけの強さを持っているんだなっていう風に思ってしまうんだよね。うんうん、それがまたさ向こう行くとさ。うん、あの食べるもんないじゃん。うん、あんまり大してさ。 そんな日本にいる時においしいもの食べたいなんて言ってるけど文句ばっかり言ってるくせに向こう行くと人間と不思議なもんで食べられるだけで幸せって思えるよどんなまずいもんでも今日は食べられるだけでも幸せって思うんだよねだからンがさ行くでしょ普段日本だとさ食パン食べないんだよねあれあんま好きじゃないのね食食食パパンン向こうだと朝べ 朝食べとかないといつ次食べられるか分かんないからしょっぱんばんばん食べるもんね。<ー>人間ってさ、うん、本んになんか贅沢を与えればどん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 贅沢になっていくけど、うん、そうじゃなきゃねちゃんと最低限の人間が持ってるそういうもので生きていけるんだよなって思っちゃうね。うん、そううですね、うん 本当にこうねい<や>今度は私もだ,だからちょっと暮らしのマネジメントをちょっとあれするから、えー、セーブするから、えー、だから今まではさどっかで例えばなあ言っててなあとか言って、えー、本当私シャークのシャッケージに入りたいの、えー、シャッケージって,ってるシャークって言うとっシャーク。 ホウジロザメのいっぱいいるところに、うん、檻に入れられて頑丈な檻に入れられて落とされるの。うん、でそこ檻に入ってんだからそれ、うん、でそこに要するに血のついたお肉とかそういうのをあれするとボンボンホウジロザメが寄ってくるっていう、うん、そういうアトラクションがあるの。うん、で私はそれをやりたくてしょうがなかった、えー、でお前にみんな反対でやらせてくれないんだけど。うん 日本から一緒に行った連中がね、えー、私はやりたくてしょうがないわけ<ー>、うん、だけど <laughs> やっぱりアフリカシーン行ってなよって、えー、それでそこで あのサメに食われて死んじゃったっつったら「えー、シャレになんないよ」ってみんなに言われて、うんえー、で確かにそうだな事務所のこともあるしちゃんとしなきゃいけないからやめとこうかなっつっていつも今我慢してさ、えー、これからはそれの我慢しなくてよくなるああなるほどうん <laughs> でいいやりたいことやろうと思ってああいいですねよくないそのシャーク刑事 いやすえどういうい状況なんですかこしあのだからこれ,これぐらいの自分人間が入れるケージこんなおりが,があって、ええ、それを船から降ろされるわけ。あケージごと降ろされて、うんうん。そこにホウジロザメが来るように血のついた肉みたいなあすると、ええ、ホウジロザメがバンバン集まってくるっていう。 そういういストーリーリで, <laughs> でもアトラクションでさ、ええ、何十ドルだっけなわし知ったけどそんな高くなくてあるんだよちゃんとええそれやってみたくない初めて知りました <laughs> そんなことあるんですねただ残念なことにだよ、ええ、あの難におるかって分かる、ええ、あのシャチええええ あれが出るようになって、えー、あれ私初めて知ったんだけど、えー、シャチの方が強いんだねんホウジロザメ食べちゃうんだね、えー、それでホウジロザメがもう5メートル6メートル級のホウジロザメがいるのね、えー、それが全部いなくなったんだって、えー、だちょっとずつ戻ってきだしたみたいだけど、えー、オルカが要するに。 来るようになってからコ、えー、ウジロザメがいなくなったっていう、えー、面白いでしょうでも面白いですね <laughs> 私そういうの好きなんだほんと人間がやっぱさ檻入ってるやなんでも大丈夫だと思ったら大間違いかもしれないけど、えー、でもそこはサメに食われるかもしれないっていう、うん 経験もありだと思わない、うん、うね、うん、ニアデス体験になりますよねいやもう本当にドキ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 するだろうし、えーうん、それをやってみたいそれはどこであるなあ,あ南アフリカであるんですね、うん、えー、なすごいからさサメええーうん、今そのサメがあんまりいなくなってでももう少しずつ戻ってきてるとは言ってたけどへえー 面白いよサメとカバ聞いてよってくらい知ってるから知らなかった本当に、えー、でもニュージーランドとか、えー、あっちはすごいんだよねやっぱり、えー、サメホウジロザメ、えー、ホウジロザメだけだよ、えー、私知ってんの、えー、うんホウジロザメが面白いんだもん本当、えー、に一回でいいからシャークケージの中に入ってみたい いいですね <laughs> <た>それはちょっとももやいやもうね結構私はその海海をね本当にでも <laughs> あの今の海の近くの方にえ行ってから、うん、まあ本当に海は毎年行く,ようにしてる行くようになってるんですけど、うん、あの結構。 そうですねもあの一日中潜ったりとかしてるんですけどねまだまだその何な,なんですか、はい、もう本当に、えー、怖いっていう状態を超えると見えてくる景色っていうのが確かにその海にはあってただまだまだその何ですかねあのその先の景色っていうのに 行けていないといなととうころがね自分はあるのでだんだん、うん、毎年だんだんちょっとずつ、えー、去年行けなかったところ行ってみようかとか <laughs> そういうような形でちょっとあのー、今,年今年の夏は洞門って言って、うん、もう本当にあの自然が掘ったトンネルがありまして、うん、その洞門に、まあ、そこは鬼が掘ったあの ほほらと三ん、うん、水の道でほ,ほらってなってる、うん、道門っていうのが海にドガーンと開いてましてでその中は塩分濃度がこう高くて浸かるだけでピリピリするんですようん、うん、であのそこを潜りながら、うん、あのその周りを回っていくわけなんですけど、うん、<の>それはあれ、うん、あれでなんだっけあのシュノーケルです,すシュノーケルでしょう、ええ 私もシュノーケルだから、うん、じゃあ面白いとこいっぱいしてっから行くあそうす怖いなでもちょっと海が結構でもだんだんと慣れてでも本当に好きになってきたんですよ海で一日中もうずっと潜ってるんですよね、うん、でもまだうちのかみさんは結構どんどんいあ潜ってしまうで、うんであの。 ちょっとついていけないところなんですけど <laughs>、うん、でもあのちょっと来年は勝手にまあ向こうが行っちゃって一人連れて子供は見,見に行って、うん、すっごいすごい景色だったともうなんか海の中に <laughs> あの星空があったみたいなね、うん、海の中に星があったよみたい銀河があったよみたいな感じで帰ってきてああ行きたかったけどちょっと怖くて行けなかったっていうのが今年だったので。うんうん、私フィーでさ <laughs>、えー いきなりナウシカのオウムの森が森があるでしょ、ナウシカの森深いが、わかるナシカあれが海に沈んだんだっていう、本当にいきなりそんなにあれじゃないところで、いきなりドロップオフになって、いきなりその真っ暗な闇の中に、すごいサンゴのものすごい大きい岩もあるし。 あの本当になんていうのナウスカの森がそのまま沈んでるみたいな景色があって、うん、あれ見て感動しちゃってさ、えー、そっからハマっちゃったんだ、えー、今度行こ,行こうよ面白いと行ってるた行ってみたいですねフィジーだったら南の、えー、とサウスサイドは子供たちが 遊べるアクティビティがいっぱいあって、えー、でノースサイドは全くもう綺麗な海岸線があって、えー、それをちょっと泳いでいくともういきなりそのドロップオフするあれがあって、えー、面白いんだねえー、サメと遭遇した日ね私うわどうしようか写真撮ろうか撮るまいかっていうそ,そ <laughs> 大丈夫そそんな。そんなに余裕はあるんですか,、えー、ないだから、うん なかったなかっていうより写真撮りたいと思ったけどでもまだ気づいてないから気づかれたらもしかしたらやられちゃうかなと思ってそんなでかいサメではないんだけどでもやっぱりサメだからさ初めての。それでともかく方向をゆっくり変えて絶対目を合わさずもうともかく全速で。 あの逃げようと思って。うん逃げたけどい<や>でもやっぱり取っとけゃよかったかなとかって後で思うんだけどね。<や> <laughs> でもあの写真家のね星野さんとか、うん、実際はもうクマねあのまあテレビが入った時にねクマ、うん、にねあの殺されて <laughs> で亡くなってしまったこともありますし。 えー、なんか本んにそ,それは気をつけていただいてもでもさ死ぬ時は地上にいても、えー、何お風呂入ってたって近藤さんなんかお風呂の中で死んじゃったわけだしもう、えー、あれでしょういつか人間の命っていうのは、えーうん、止まるんだからそうです、ね、だからそれはどこで止まるかっていうあれでさそうですね,でですねだから本当にやっぱりうん ややりたいことをやってそれでなんか罪悪感があるやりたいことをやるじゃなくて、うんうん、一回ちょっともう一回解放されたいっていうかさ、えー、うんそんな感じかな。いやい,いいですね。でもなんか面白くってやろうね。うん、あぜひです本当に、うん。本当になんか芥田さんとしみとの対談もしてみたいし、えー、あとだから。 そのクラッシュともさっき話してたんだけど、うん、ちょっと年一ぐらいでテーマちゃんとあれして、うん、それでシビトといっつも向き合うその定期的に向き合うみたいなこともやっても面白いんじゃないのっていう話をして、うんうん、だからシビト君だったらやっぱり世界持ってるからあのすごくやりやすいしクラッシュもストンと落ちる,落ちるなんていうのかな納得して落ちる。 つけるから、うん、だからすごく面白かったって言ってたし、うん、でもっとやっぱり照明だったりとかなんかそういうこともそのさっき言ってたね場所のことも含めて、うん、結構面白いところで実験的なことができて、うん、勝つみたいな、うんうん、何をやるかっていうだからそのあとはまあ昨日のやつを見ていてちょっと一個だけはやっぱり。 ちょっともうちょっと,曲,と曲があんだけあって、うん、ずっとノンストップだったから、うん、どっかですっと静寂をもうちょっと、うん、もうちょっと持たせてもそうですね良、うん、かったんじゃないかなってそれ,それがあることでもうちょっと言葉が伝わりやすくなるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったよね。うん、そうですね、うん、でそういうことも含めて、うん、なんかやっていけって。 面白いし昨日の音源とかさ、うん、全部撮ってあるし、うん、映像も撮ってあるから、うん、後でお互いに見てあんかよかったら、ね、どっかで見せてもいいし、えー、なんかやろうね、えー、あそうですねちょっと見てみたいですね、うん、で今年はこれから舞台、うん、そうですね舞台があったりあのー、そうですね近々だと。 あのまあ、お寺さんミーデラという、うん、あのお寺さんでミーデラのながらのザザさんっていうところでお寺のお庭をですね、うんえー、とても素晴らしいお庭があってそこで「即席即磁石」っていう自分があのつけたタイトルで足に耳があるってさっき話しましたけれども、うんうん、実際にその庭を。 あの裸足で歩きながら即席でもう、うん、あの即席っていうのはすぐに石即席、えー、足の耳の石で、うんえー、磁石即磁石っていうタイトルなんですが、うん、実際にそのエコーロケーションさっきの、あのー、反響を聞きながら。うんうん あの即興で詩を紡いでいくっていうのを、まあ、う10月にやってみたりそそこはどこ京都えとそこははど滋滋賀賀県県ですね滋賀県だ、ええ、あとはあの京都のロームシアターっていうところでのあのそれも野外なんですがそこでやらせていただいたりとちょっとまだこれがあの、えー 公開できるのがいつになるのかっていうのは分からないんですが兵庫県の県庁の仕事をしていますのと、うん、あとは水木しげるさん,うん、うん、生誕100周年記念関係の、えー、演劇ですねこれもちょっとまだ詳細は出てないのでそれは12月10日予定ですね。うん えでもえ今年11月から12月にかけて東京に長くその稽,稽古であのちょっと一人三役やるっていう可能性があるので,<ー>でそれであのちょっと水木しげるさん関係なんですが全く違う演目ですただ<ー>ちょっとこれまだ言,え言っちゃダメかもしれないのでうん、うん、あのまた。 そうだね。詳しくはっていう感じです。うん、またじゃあ遊びに来てください。ぜひです。その時。なんか東京来た時はぜひ、一緒に。ぜひ、<ー>本当に。しびとんファンが多いから。いやいや。でも本当浅野さんのそのラジオもずっと。聞きながら。なんかこう、また今回お会いして。ちょっとすごいお元気そうになってて、ちょっとすごく。変わんないっつうの。つそうですか。いや、でも。えー、まあ、前よりは。 なんていうのそれこそすとんと落ちたっていうかもうああそうなんだ腎臓移植なんだもうしょうがないねっていうところで多分前会った時はやっぱすごいいろんなことに迷ってたしその恐怖だったりその心臓の発作のその。 緊急で死んでいくっていう話ってしたじゃん、うん、その命がその急に死,死が目の前に現れる話ってしたんだけど、うん、それいうのがあったから、うん、結構なんかちょっとね本当にあのー、落ちてたんんだよねいろんな意味で、うん、体がなんかもう言うこと聞かなくなってきたから。うん でそれを思ったんだけど今はなんかストーンとまあしょうがないよなっていうふうに思えて、えー、体自体はさ良くなったってるわけではないんだけど全然、えー、でもなんか気持ちがすとんと落ち着いたからうん、うん、だから元気っていう。う 昨日もみんないろんな人たちがラジオ聴いてる人いっぱいいて、えー、でお元気になられてよかったし全然元気やねんけどみたいな本当 <laughs> <laughs> でも聴いてくれる人多くてさ、えー、なんかシビトさんとのやつ聞きましたしびとびシビトのすごいからねやっぱり、えー、ファンが多くていやでもここでいろいろと喋ってくださいあ<ー> <laughs> ぜひです本かもううれしいです、うんね シビトんの話が聞けるのはここだけみたいな話だからさ、今、そうですね。<laughs> なんか、って書いてあったよ、この間。えー、だこんなに生のシビト君の話が聞けるのはここだけだよね、とか言って。いや僕もやっぱり、あの、お会いしたくてっていうのと、ね、あの、やっぱり話したくて来ているっていう、その、浅野さんとっていうのはありますんでね。<laughs> でも本当なんか一緒にあの作品作ろうね。えー、ぜひなんか。うん ちゃんと形にして残したいよね、えー、うんじゃあ次は本当にアクタさんにも紹介してアタさんとシビとの対談をラジオジャグでやるっていうのもいいよね、うん、どういやーもうそれは光栄ですどんなことになるのやらどんなことになるのやらってい、えー、っやそうですよね本当に。 え何言ってか分かんないって私それで武器を使うのがそれだから <laughs> いやえ何言ってか分かんない本当によく切り返せるよなっていうふうにやっぱりラジオ聞いてて思いますもんあそうええ、それが無知を武器,武器にしてた、ねえー、多分いやもう本当にもう秋田さんと喋ってるとやっぱ難しいんだよね、うん、あの過去の まあ、例えばドフトエスキーだったり、うん、そういう話だったりもっと前の演劇論だったりとか、えー、いろんなのが出てきてもそこに精通してるわけじゃないから、えー、やっぱすごい難しい話になってくるのね。うん、で何の話してるかさっっぱり分かんないって時期あるもん、うん、でえしかもちゃんとテーマがあるのにえそっから始まんのっていうぐらい、うん、そのずーっと前から始まるから。あ でここにたどり着くにはあとどれぐらいかかるんだろうみたいな、えー、それずっと聞いてんのは嫌だなって思って分かんない話聞いてんの、ね、はだから分かるように話してくれっていうしかないな、ね、みたいな、えー、分かるんだったら話も聞くけどさ <laughs> そうですね <laughs>、うん、なんか「プリミティブ」っていう言葉はすごくなんかひあのラジオでの耳に心に残りましたねその 浅野さんのプリミティブなところでそのアフリカに行く話とか,なんか多分その流れでおっしゃってたと思うんですけどねその源流を探っていくような、うん、そんな部分はなんかぜひお話伺いたいなと思いますじゃ年末特集かなんかで年末年始あたりでしびと君と芥田さんの対談をここでやられていいね。本当ですかああ ね、年末だって長くいるんだもんね、うん、東京にそうですねだったらそこでねなんか実現できるといいねちょっとじゃあアッタさんにも話しておきますううあ光栄です本当 <laughs> 今日はありがとうなんかずっと喋っちゃって曲全然かけてないけどどうするあい,いやちょっと自分も何も考えてきてなかったので、ま、今日はそうですねなくてもいい感じなくても大丈夫です本当はい じゃあそういう感じで今日はしびとくんとずっとお話をしましたえ,ええということでまたしびとくん遊びに来てくださいありがとうございます <laughs> うんありがとうございましたありがとうございます